あや、沖縄にいるみたいじゃないか、あや。あや、限定公開を送ってきたね、あや。あや、あやが動いてるよ、あや。あや。うん、ほら、あやが動いてる。あやが迫ってる。沖縄いいね。でも あんま曇りみたいだね、あやね。今日ね、動画50本ぐらい大変。あのラジオ番組ちょっと東京で収録してたやつ、今全出力してます。全編集して50本ぐらいあるんですけど、で朝起きて鉄郎動画も撮ってるからね、7本ぐらい。いやもうね、あのラジオ番組のやつはもうちょっと50本ぐらい溜まっちゃったんで、全部今日して終わらすと決めて、今もう部屋から一本も出てないね。はい。今日、ラジオ番組の全部終えて、アップロードするまで寝れません。頑張ります。はい。沖縄ね。あ、そう、あやのやつも編集終わったからね。そう、アップロードするから、あや。夕方アップロードする。そう。まあ、あとリクエストもらってたやつね。また別撮りするから。はい。別撮り。ブックメーカー王。ブックメーカー王。僕もね、鷲津さんのやつは、あれはもうちょっと、もうちょっと後にします。パツパツ、はい。いや、いいじゃないか、あや。いや、でもね、パソコンがね、2機あると楽だね。MacBook で出力しながら、こっちでも出力したりとか、やっぱね、できないことが2台あるとできるね。はい。あや。あや。また、沖縄、でも、明日帰るみたいですね、明日。うん。明日ね。明日帰るみたいだね。これ何分だ？これもうちょっとで終わるかな。いや、もうちょっとで終わるみたいな。いやー、鹿児島に帰ってもね、やること変わらないね。本当に変わらない。まあ本当ね、僕はインターネットビジネスっていうのは変わらない。どこにいても変わらないっていう。もう精神、逆にもう精神と時の部屋ですよ、本当に。ずーっとやってるね、うん。まあみんなやらないからね。はい、ということでこれも終わりそうなんで、そろそろ僕も終わりたいと思います。いや沖縄行きたいですね。俺も行きたいけど行けない。頑張って、今週セールするから頑張って気合入れて。ちょ、お金かかるからね、沖縄行くには。お金が頑張って稼ぎますよ。はい、では気をつけて帰ってこいよ。気をつけて生きて帰ってくるんだよ、あや。じゃあね。